はい、では別宮のところへ行っていきたいと思います。参拝方法はまあいろいろあるんですけど、私は拙者を全部行ってからですね、ほとんど、まあ、行くんですけど、大体なこっちの高台神宮の場合は、まず川で手を洗うでしょ、で滝祭りの神に行くでしょ、ここ今行くとこ行くでしょ、で一番皆様行く聖宮のところでしょ、聖殿のところで、で荒祭りの神行って、でまあ参与品をいろいろちょっと求めてで最後に時間があれば、あのもう一つ二つあるんですね、あの橋渡る前に、あの小さ漬けとか、あのそういうのがあやかりたい方は行くところがあるんですけど、そこ行って、でそれでここの敷地内ですね。であとはあの A 駐車場の裏側にいくつか拙者があって、でまあそんな感じなんですよ。だから皆さんそれだけで終わっちゃう人多いんで、もったいないなっていう感じがしますけど、ね、だからなんかまあツアーだとちょっと時間ないんで、ね、そこだけ行けって言われるかもしれないですけど、時間のある方はなるべく拙者を全部行っていただいて、全ての神様に感謝申し上げてお孫をいただいてお帰りになられた方がいいかなっていう気は私するんですけど、このね大きな木があって、ね、非常にいいところなんですけど、拙者さんとかって、ね、なかなか人行かないですからね、どこの神社もそうですけど、今日は早い時間帯なのでほとんど人に出くわさないで参拝できると思うんですけど、朝市がこう綺麗ですね。神宮のこの構造を知りたい方は拙者に行った方がいいです。拙者も一緒に行った方が。大きなところは、ね、全体的に見えないんで、構造の話はまた後で、荒祭りの神様のところで、うん、お願いしようかなと思います。